メイアンは1850年創立のフランスの園芸育種会社。自社をバラの創造者及び生産者と定義している。現在の社長はアラン・メイアンである。グループ会社のメイアン・インターナショナルは園芸業界有数の会社でバール県の育種場のほか、世界各地に試験農場や庭園を持つ。フランスでの子会社のメイアン・リシャルリエはヨーロッパ市場におけるバラ苗、切り花、 果ジュなどの流通を行っている。第一次世界大戦後、自身の育種場を設立。アメリカ合衆国のコナパイル社と提携して、アメリカ国内で明暗のバラを販売した。ゴールデンステートは、アントワーヌのカリフォルニア訪問にちなんで名付けられ、フランスのバガテルバラ園でのコンテストで金賞を受賞した。アントワーヌの息子。 彼が1935年から1939年にかけ作出したハイブリッドティーのバラマダム・アントワーヌメアンは第二次世界大戦後に人気を博し、英語圏諸国ではピースの名で親しまれた。ありがとうございます。